皆さんこんにちは。株式会社原田武雄国際戦略情報研究所代表取締役 CEO の原田武雄です。今回は2011年10月28日に講談社より発売させていただいております、アメリカ秘密公伝漏洩事件ウィキリークスという対日最終戦争、こちらですね、私のですね2011年には3冊目となる本でございますけれども、こちらをですねご紹介させていただければと思います。これですね、まさに読んで字のごとくアメリカのですね秘密公伝が漏洩されたという事件ですね。これは、昨年のですね11月の28日からですね、日本時間で29日の未明ということになりますけれども、からですね全世界を揺るがしている事件なわけです。で、当初ですね日本の中でも、一体どんなのが出てくるんだと大騒ぎだったんですけども、とにかく数がですね25万1287通ということで、これだけの電報っていうのはですね、おそらく一生かかっても日本人の外交官でもあんまり読まないんじゃないかと思うぐらいの量なので、最初はわわ騒いでたんですけども、そのうち皆さん飽きられてしまってですね、そんなことあったねみたいな感じになってるわけであります。ところが、ここに来てですね、ちょうどこの10月の24日ですけれども、ウィキリークスを主催しておりますジュリアン・アサンジ氏が記者会見を行って、資金難になっていると、要するにですねこのアメリカの秘密公伝を漏洩したということによって、続々とですねアメリカのクレジットカード会社、あるいは代金回収、代行会社ですねが協力を拒んでいてですね、彼らに対するその寄付金が一切手に入らなくなってしまっていると、ついては、もう一切ですね、このアメリカ秘密公伝も含めて、公開しないと、できないのでしないということでですね、いきなりシャットアウトしちゃって。してしまったわけですね。ですので、実はこの1年間、弱の間だけですね、このデータも含めてアメリカ秘密公伝というのは見れたということに、一応表向きはなっているわけです。もちろんですね、いろんな形でいろんな方々がですね、いろんなところにデータを取ってありますので、実際に見れるんですけども、ウィキリークスというものからですね発信という意味では、なぜか1年弱ぐらいで終わっちゃったと、何だったんだこれはということなんですけれども、今回ですね私のこの本の中では、そもそもこの事件が一体どのような意味を持っているのか、抽象論ではなくてですね、私自身が外交官であったという立場からですね、このそもそも公伝というものが一体どういう意味を持っているのか、公の電報ですねというところから解き起こしつつですね、一体その日本との関係で、なぜですねこの事件が非常に重要なのかということを書いてございます。というのはですね、この中に詳しく書いておりますけれども、実はですね、東京にありますアメリカ大使館からですね発されている、電報というのが数にして5697本もあるんですね。でこれは全体この25万通余りですね、リークされた電報の中の、実は、国別でいきますと第4位の量になります。ということで、要するに誰かがですね何らかの意図で仮にこのリークを行ったとすると、一つには大きな対象が日本であるということはですね、全く、疑い余地のない事実なわけでありまして、ではですねそれを前提としたときに、アメリカは一体何を考えているのか、あるいはですねアメリカはそもそもこの事件の背後にいるのかどうかというところも含めて、丹念に一つ一つですね、入手可能な公開情報をベースとしながら、執筆したものであります。実はですね11月の28日29日ですね、昨年、この事件が起きて以降、いやこれはやっぱり私しか、本としてですね書くべきじゃないだろうと、要するにその、大変恐縮ながらジャーナリストの方々書くと、やっぱりジャーナリストの方の見方になっちゃうんですね。で、公伝というのは要するに外交の世界の業界文書ですので、これは外交官だった人間が書くべきなんですけど、いわゆる皆様方よくご存知のですね、方々、コメンテーターの方々っていうのは大体もうちょっと貶めされてます、もうちょっとかなり貶めされてますんで、こういう細い作業はしないわけですね。で、かつですね私自身は、キャリアの外交官として勤務していた経験からですね、大量の公伝を毎日読んでおりました。ですので、何が重要で何が重要じゃないのかということをですね、しっかりと区別するという技術を身につけているつもりでございます。そしてですね、そういうわけで皆様方に代わってこの大量の公伝、必ずしもですね東京発のこの5697本だけではないんですけれども、もちろんこれは全て目を通した上で、こんなにたくさんの量になりますけれども、これを目を通した上でですね、それ以外にも第三国で発されたもの等々ですね、さまざま多角的に分析をした上で、アメリカ外交はですね一体これまで何をしてきたのか、そしてこれから何をしようとしているのかと、その背後にあるものは一体何なのかということを分析した本です。今までにですねない、私の本の中でもない、タイプのですね本でありますので、ぜひお手に取っていただきたいと思うんですけれども、今ドイツを中心にですねヨーロッパあるいはアメリカでもそうなんですけれども、オープンガバメントデータという、要するに、ガバメントデータですね、政府が持っているデータ情報というのを公開せよと、
全て公にせよというそういうですね大変な運動が起きています。ドイツではですね先般もベルリンの州議会選挙におきまして、これをですね、主張している海賊党というパイレーツパーティーですね、ピラーテンパラタイというのがあるんですけども、ここがまさにですね、これだけを主張して15議席も取っちゃったんですね。ということで結局その、この話にもですね書いてございますけれども、今起きている金融メルトダウンの結果、各国がデフォルト、要するに破産に陥っている。破産に陥るとですね、そんな破産になっているような政府あるいは国家というのをですね、人々は信頼しなくなる。一体誰がこんな無駄遣いをしたのか、なぜそんなことになったのかということで情報公開を求める。そうすると次から次にいろんな事実が出てくる。事実が出てくるとですね、人々は怒りにあふれて街頭に出始める。でデモが起きる。そして政権が転覆されるというですね、実はこの金融メルトダウンは純粋に金融の話ではなくて政治体制が大きく変わるというですね、まさに世界史の、ある意味1848年の自由主義革命とかですね、あるいは1989年のベルリンの壁が崩壊する、あるいはですね、もうちょっと学生運動ということを捉えれば1968年 の、 あのパリのカルチェラタンですね、あの辺に匹敵するようなですね、実は大きなムーブメントの始まりの可能性があると。じゃあその中でアメリカあるいはですね、もうちょっと広く捉えてヨーロッパアメリカというのは日本をどう捉えているのかというところで、この副題にございますけれども、ウィキリークスという対日最終戦争、なぜ対日最終戦争なのか、これは、昨年のですね5月に上司いたしました狙われた日韓の金塊と日本との関係でですね、今国際情勢の中で誰も語ってないけども、実は常に重要な問題は日本が抱えている大量の母外資産ですね、要するに隠された資産、ヒドゥンアセットと言いますけれども、英語ではですね、これなんではないかと、そのことの延長線上で思考もしているのがこの本であります。言ってみればですね、ここ数年間私自身が、あるいは私ども研究所で行ってきた一連の活動のですね、あるいは研究の総決算というもう言うべきですね本でありますので、ぜひ読みやすい形で少し文字も大きく作っておりますので、ぜひですねこれを、参考にしていただければというふうに思っているわけであります。10月の28日にですね、上市しておりますけれども、それより前からですねネット書店では販売しておりますが、店頭ではですね10月28日以降並ぶということでありますので、ぜひお手に取っていただければと思います。一部には10月28日がまさに世の中の変わるというか世界史の転換点ではないかというふうに語る向きもいらっしゃいますけれども、まさにそれを狙ったわけじゃありませんけれども、まさにそのタイミングで上市しているということでですね、ぜひ皆様方一人でも多くの方々に真実の灯火がですね胸に突きますようにですね、心から祈りながらお送りしている本でございます。何卒よろしくお願いいたします。本日はアメリカ秘密公伝漏洩事件ですね、ウィキリークスという対日最終戦争、10月28日に上市いたしましたこちらの本のご紹介をさせていただきました。以上原田教授でした。